フレゼリク一世はデンマークノルウェー王。クリスチャン一世の子でハンスの弟。母はブランデンブルククルムバッハ編教博予判の娘ドロテア。老いクリスチャン二世を配位して老いについた。1471年、フレゼリクはデンマークノルウェー王クリスチャン一世とドロテアフォンブランデンブルクの息子として生まれた。1482年から1490年まで。 シュレースビヒホルシュタイン公国の行政担当者であり、1490年以降は、兄、ハンスの共同統治者となった。1513年、兄、ハンスが亡くなると、ユトランド貴族の一部がフレゼリクに大いにつくよう、進めたが、辞退している。1523年、クリスチャン2世が度重なる失政により亡命を、余儀なくされ、 反クリスチャン勢力がフレゼリクをフレゼリク一世として擁立した。しかし、フレゼリクは長くシュレースビヒにいてデンマーク語を習得しているかすら不明だった。そのため、フレゼリクは王になった後もシュレースビヒに居続けた。クリスチャン二世はネーデルラントへ亡命したが、彼の福井を求める反乱が相次いだ。1532年には、 ノルウェー王を称したクリスチャン二世を捕らえて遊兵したが、翌年に死去した。フレゼリクには、長子クリスチャン三世がいたが、クリスチャン二世も福井を企んだため、王の選出をめぐって、諸公会議での対立が深く、最終的には、白爵戦争につながった。1502年に、ブランデンブルク選定校、ヨハンツイーチェロの娘アンナと結婚し、死を設けた。 1518年、ポメラニア公ボ・ギスラフ10世の娘ソフィーと再婚し、ロック死を設けた。ありがとうございます。